ステージ、ボールバックステージ、ヒーローの登場はこの人です。唐川祐希投手です。では、お願いいたします。はい、上に立っていただいて。さあ、まずは今日、ナイスピッチングでした、唐川投手。はい。はい、一日振り返って、今日の試合振り返っていかがでしたか？勝ててよかったです。勝ててよかった。監督が試合前のミーティングで、はい、お前らって言ってたんで、今肝心なところが音飛んじゃったって、もう一度いいですか？ミーティングで監督がお前ら男になれ、ちょっと落ち気味になりますね。ちょっと待ってください。はい、いけますかね。はい、はい、なんでよかったです。よかったです。はい、なるほど。しかし今日はまあ、気づいてみれば雨の中旬を挟んで7連戦というような形にもなりました。その中で7回1失点、かなり中継ぎを休めることもできたんじゃないですか？いや、本当に今年は迷惑ばっかりかけてるんで、そういった意味でバイニング投げ切れたっていうのは良かったかなと思います。そしてまた大事な大事な首位楽天との3連戦の初戦を見事取ることができました。この3連戦の重要さっていうのは本当に今重くかかってると思うんですけれども。はい、まあ、本当に僕たちが優勝するためには絶対に負けられない3連戦だと思うんで、まあ、そういった意味で初戦取れたんで、また多分明日明後日も勝つと思う。まあ、そういった意味で今日勢いがつくような勝ち方ができたんで良かったです。そして唐川投手にとっては1シーズンを通してというのがね、ね残り登板3試合か4試合あると思うんですけれども、最後まで全て勝ってマリーンズファンに笑顔を見せてくれますか？はい、最多勝最多勝はちょっとなんか違う人がいるので、はい、いや、もう本当に皆さんに虚弱だと思われてると思うんで、もうこれ以降は、もう何があっても腕が引きちぎれても投げるつもりで投げたいと思うんで、あとは皆さんの応援があれば僕らは頑張れるんで、一緒に戦ってもらえたらなと思います。必ずこの QBC マリンフィールドでクライマックスシリーズ、そしてできればセカンドステージを見たいと思います。唐川選手、最後これだけ集まってくれたマリンズファンに一言をお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。本当に今日勝ってやっと勝負になるという形だと思うんで、本当にこれから全部勝っていかなきゃいけないと思うんで、そのためにも皆さんの声援が本当に必要になると思うんで、ぜひ明日も明後日も球場に足を運んで応援してください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。本日のヒーロー唐川祐希。